弁護士自治とは、弁護士が権力から独立し自治により、職業集団としての弁護士を統括するあり方を言う、1949年の弁護士法によって定められた。司法大臣が弁護士の監督権を有していた戦前、対立する検事や裁判所からの請求により弁護士の懲戒がなされた結果、日本老能弁護士団などを、はじめ多くの政治犯や思想犯が検挙、 投獄されるなどの全体主義を経験したことを理由として設けられた制度である。弁護士となる資格を得ることと弁護士となることは別のことであり、弁護士となるには弁護士となる資格を有する者が各地の弁護士会及び日弁連の登録に関する審査を経て弁護士名簿に登録されることが必要となる。このように弁護士法は弁護士資格の付与という入り口の段階において、 弁護士自治の実現を図っている。法務大臣が認定したものに弁護士資格を付与する弁護士資格認定制度に関しても弁護士自治の関与がある。資格申請者は認定前には法務省が指定する日本弁護士連合会の講習を受けることとなり、認定後には司法修習修了者と同様弁護士会の資格審査会による登録の審査を受ける。 国際連合は1990年国連憲章と世界人権宣言に基づき弁護士の役割に関する基本原則を採択し弁護士についての懲戒手続きにおいては対象弁護士に公平な聴聞の機会が保障されなければならないことや法専門家による懲戒委員会や立法機関の中の独立した機関あるいは裁判所により取り行われ かつ独立した司法審査を受けられるべきであることなどを定めた。ドイツやフランスでは裁判所が弁護士の懲戒権を有しているが、その構成員は弁護士が中心となっている。また、一般人からの懲戒請求は認められていない。アメリカ合衆国では、それぞれの放送団体が弁護士の非公行為の審査をする建前を取り、弁護士自治が認められているが、 審査の結果、懲戒の必要を認めたときは、州最高裁判所へ懲戒の勧告を行う制度を取っている。アメリカ放送協会は、懲戒制度に対する講習の不満の多くが、むしろ苦情処理のあり方や、懲戒自由とならない、軽微な非行為の帰却に起因するものであることを見出し、各州の放送団体に懲戒制度の改革を勧告している。イギリスでは、 かつては法廷弁護士の私的な団体である放送委員が法廷弁護士について懲戒権を許し裁判所や行政の司法審査に服しないとされていたが弁護士に対する苦情の処理に関する要望が非常に高まったことまた増収愛法の制定が予定されていたこともあり2010年には弁護士に対する苦情報告を専門に受け付ける 独立の公的なオンブズマン制度が設置された。事務弁護士については、元から、法サービス理事会が、懲戒権を有していた。日本のように弁護士会に、自治権が認められている制度は、諸外国ではむしろ、少数派である。第二本帝国憲法下では、司法省控訴院が、裁判所構成法や旧弁護士法などに、基づき弁護士の懲戒を行っていたが、 日本国憲法の制定の地、元帝国議会衆議院議員であった弁護士、花村史郎らが立案した全部改正の弁護士法が成立したことにより現在の自治制度が設置された。弁護士への懲戒請求は各弁護士会が受け付けるか、日弁連が自ら申し立て、後期委員会が審査相当と判断すれば、懲戒委員会が懲戒相当か否かの判断をする。 懲戒委員会や後期委員会は、弁護士だけではなく、検察官、裁判官及び学識経験者等の外部委員も含めて構成される。弁護士自治制度にはしばしば、庇い合い、慣れ合いなどの言われのない非難が寄せられるが、実際には、厳正に運用されており、こうした外部委員からも評価されているという。なお、懲戒処分を受けた者は、 日弁連に対し行政不服審査を求めた上で、なお不服があれば、東京高等裁判所に、新決の取り消しを求めることができる。2016年には、行政不服審査法が改正され、行政不服審査の手続きにおいて、総務省の行政不服審査会に諮問して答申が行われる制度が設けられたが、単位弁護士会長会委員会がした。 懲戒処分に関してなされた審査請求について日弁連がする審査は当該諮問の対象とならない。弁護士会懲戒請求事案処理状況自民党は1997年日本における弁護士自治制度を批判し司法制度改革の基本的な方針透明なルールと自己責任の社会へ向けてにおいて弁護士の懲戒について 外部機関による審査方式を導入することを提案していた。また、西田健二弁護士は、国民を代表する監督機関の方が、弁護士会内部のしがらみにとらわれない、公正な監督が期待できるとしている。独立性を担保するため、日弁連及び弁護士会は、弁護士法のもと、独自に快速等を制定することが認められており、快速等の制定にあたっては、 国家機関の許認化等を要しない。日本弁護士連合会及び弁護士会の運営資金は、日弁連及び弁護士会の運営が、財政的にも独立していることが不可欠であることから、会員弁護士が拠出する会費、登録料、寄付その他の収入をもって支弁することとなっており、故に、日弁連及び弁護士会はその資金の使途について、外部から何らの制約を受けることはない。 現に弁護士会と日弁連の財政はほぼ全てが弁護士自身が支払う会費によって賄われており、2020年度において日弁連の収入全体に占める会費収入の割合は約9割である。ありがとうございます。